にちは、鈴川彩子です。したちです。本日はこちら、富田タウンビューダーシティオートバートスで遊んでみたいと思います。まあ、車ね、乗ってるお父さんお母さんがいたらね、一度は行ったことあるんじゃないかなと思いますけど、カー用品のお店ですね。いろいろ車に関係する商品が売っているお店なんですが、それがそのまんま、ビルドシティで登場しました。これ見て、あ、これ見て、あ、ここがぐるぐるって言ってたのね。ここ見て、ほんとだ。じゃあちょっと開けてみようよ。ほら、車検とかさ、すごいね。ここら辺も実際にこれ店舗で使われているものと同じなんですかね。どうなんでしょうね。タイヤスーパーセールやってます。ロゴはそのまんまですね。これ頑張って頑張って、そう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 、ちょっと固めですね。これは正解なのかな、果たして。なんかあるのかな、両方同時、両方同時に回す。ぐる、お、ぐる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 、車が動くよね。動くね、回ってる。あ、でこっち正面に来た時に出たり入ったりするんじゃない。ほら、これ、ね、そうだそうだ。さあ、こんな感じで、まずこれがですね、基本レイアウト、これパッケージのと一緒かな。このパッケージに載っている基本レイアウトと、同じに、組み立ててみました。またね、別のね、ちょっと発展レイアウトなんかも後でやってみますが、まずはこれで見てみましょう。このシートは今回のにセットに入っていました。さあさあさあ、いいですね、これまたね、すごいね。ほら、スロープでさ、2階に上がって、2階にも駐車場がいっぱいあるよ。さすがカー用品のお店だね。タイヤ、ほんとだ、タイヤが売ってる。あ、タイヤスーパーセールだって、安いんだってよ、今タイヤ。見てる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 。ここら辺ね、今月発売のね、トミカたちで、それぞれね、飾ってみましたけど、いいね、デロリアン。あらあらあら、タイムトラベルしちゃうね。ブリブリザイモンもいる、ドラえもんもいる。見て、あら、ほんとだ、すごいね、ホンダのだね。チーム無限ですね。バイク用品はどうなんだろう、オートバックスね、あるのかな。あ、ぼう、船船、サンフラワー号が、どんな立地、ここ、海沿いかな。さっきチックもぐるぐるやってくれたけどね、ここ、ほら、ピットですよ、ピット。ピットの中にも車がね、今います。ちょっとね、これ最初のね、回し始めが硬いですね、一瞬ね。うん、なんかね、カチッとなってるんだよね。そうそうそう、回し出しちゃえば、あとはぐるぐるね、簡単に。通常は大丈夫、うん、カチッとね、はまります。で、ドアを開けて、で、ここここね、ちょっと矢印が書いてあるんだけど、この矢印をね、下にね、押すと、おお、持ち上がって、中の車がピットから出てきます。もう一回やってみる。ここをちょっとね、下に押す感じで、そしたら坂になって出てきます。裏来て、おー、いいね、発車します。登れる、そう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 。あら、ここ開いてる、開いてる、タイヤ変えよう。タイヤ消耗品だからね、どんどんすり減っていっちゃうから変えときましょう。できたよ、うん、お、できた、タイヤ変えられた、うん、お、よかったよかった、いってらっしゃい。あとは、あとは、あとじゃ、デロリアン聞けば、デロリアン、デロリアン知ってる、デロリアンって、これね、バックトゥーザフューチャーっていう映画に出てきたね、これ車ですよ。これ見て、お、ほんとだ、デロリアンもタイヤ変える意味もあるか。うん、お、飛んでた飛んでた、デロリアン、マックフライ、マーティー、ドンドンドン、ドラえもんもタイヤ変えちゃうの？ドラえもん、その今タイヤの色合ってるから、そのまんまがいいんじゃない。あ、ブリブリザイモンも上来ちゃう、上来ちゃう、しんちゃんも来たわ。降りないと、これはライドオンシリーズだね。降りないと、そうだね、降りないとね、待ってや、うん、いつはしんちゃん、どこ行っちゃうの、車置いて、どこ行っちゃうの戻ってきて、もうタイヤ買い終わったよ、戻ってきて、運転しない、運転して、ここに、ほら、チェック、ここのさ、ここにお店があるよ、ようこそオートバックスへって、この奥に書いてありますね。え、お店の中でさ、いろいろ、ほら、あの、芳香剤とか買えばそう、間に合わない、急いで急いで、指定と持たない、そうだね、ここスロープだ、ほんとだ、そこにもあった、これは、うん、芳香剤買いな、芳香剤。あ、
車検に来ましたじゃあ車検はここだ、ピットだ、ピットピットで見ますよ。はい、見てください。どうしてピットでやるの？うん、いろいろね、調べるの、車検。あ、損傷はありませんか？洗浄液は入ってますか？入ってます。タイヤ大丈夫ですか？ブレーキ効きますか？エンジン問題ないですか？開いてるよ、ここ。本当だ、開いてる。あらあらあら、ロードサービスカーかな、これは。セーフティーカー、セーフティーカーが入りました。セーフティーカー、ホンダの。見て、立ってるよ。ほんとだ、タイヤ買ってる。すごい、車検のその足で。まあ、狭い空港。狭い狭い、ドラえもんずっとそこにいますね。ドラえもん、ずっと悩んでるのかな。どうしてここ、どうしているの？どうしているんだろうね。狭い空港。狭いよ。ドラえもんだ。あ、バイク来た、バイク。バイク用品あるのかな。バイクのタイヤはないんじゃないの。これマットしまーす。つけてください。カーナビ買いました。え、他にもですね、組み替えレイアウト、このね、説明書にも載っております。で、ちょっとコンパクトタイプの店舗組み替えレイアウト1をね、組み替えてみたいと思います。よいしょー。さあさあさあ、一回前ちょっとね、分かりづらくなっちゃうので、おぉ、シチューシチュー、わ、ここだ。人が危ない。そうだよ、危ないよ。ここどんどん車が、うん。さあ、これで、組み替えレイアウト1、コンパクトタイプのね、店舗が完成しました。すごい、確かにさっきの基本レイアウトに比べて駐車場がね、とても小さくなりましたね。あと、ここね、ここら辺もなんか小さくなりました。いっぱいいますね。あ、しんちゃん、しんちゃん、しんちゃんが、しんちゃん歩いてそこ登るの。どうして？しんちゃん何しに来たの？車で、車で。うん、しんちゃん日産 GTR？ まさかの311に？立ち乗り？パレード？何かのパレードですかこれ？すごい。あ、ダメでしょ。違うよね。そうだよね。優勝パレードかな。すごい豪華だね、やけにね。ウィニングラン？さあ、ということでですね、まあ、今回ね、このオートバックスだけでね、遊んでみましたけど、いいですね、このね、大体まあみんなも一度は見たことあるんじゃないかな、オートバックスね、忠実に再現できますし、プラスでね、まあ、このビルドシティシリーズのね、いろいろ裏に出てますけど、他の建物と一緒に組み合わせて遊んだりしてもいいので、ぜひぜひ気になった方はチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、トミカタウンビルドシティのオートバックスと、2018年3月発売のトミカでした。ありがとうございます。うー、しんちゃん、ライドオンいいね。